皆さんこんにちは、トヨタノです。いやー、ようやく発売されましたね。名古屋市電、この日を待ってました。ということで、せっかくなので適当に紹介していきます。今回は1400型と2000型が製品化されました。1400型は明治校90周年で発売されて以来の再販ですね。以前はアルミサッシでしたが、今回は木製の窓枠が再現されています。ちなみにポポソデッタで2200円でした。正直高いですね。紹介欄のところ、2000型は写真ですが、1400型はイラストですね、などです。パッケージは見たので、開封していきましょう。出てきました。いやー、かっこいいですね。行き先は31系統金山橋行きになってます。路面電車はやっぱり Z ファンタが似合いますね。シールもついてます。2種類とも兼用ですね。2000型も開けます。ちなみに今回の2形式はレトロ電車館にて保存されています。コロナで予約制ですが、面白いのでぜひ行ってみてください。こっちは15系統名古屋行きです。2000型特有の台車の切り欠きがない車体がしっかり再現されてますね。さすが静音電車と呼ばれるだけあります。実際走行音は静かだったんですかね。よく見ると台車の可動域を広げるために車体に切り欠きがありますね。シールが入ってます。というか、よく見たら2000型のファンタグラフが歪んでますね。正直買って満足するタイプの人間なので、まあいいんですが、さすがに気になりますね。並べてみました。かっこいいですね。これが走ってるところを見てみたいです。前にレトロ電車館に行ったら、明治校の名盤キーホルダーが売っていたので、つい買ってしまいました。明治校、100周年記念のグッズですね。他にも5000型のラストラン仕様の鉄コレが発売予定ですね。欲しいな。それより、プラレールは出ないんですかね。
せめて N1000 を再販してほしいです。あと、キーホルダーを買ったら、おまけでペーパークラフトをくれたので、組み立てようと思います。途中で気づいたんですが、残念ながら接着剤を持ってないので、組み立てられません。最後に、走行動画を作ってきたのでどうぞ。いかがでしたか？ということで、今回の動画は以上になります。10年ぶりの名古屋市電の発売でしたが、今後も製品化に期待ですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひ、お願いします。それじゃあ、バイバイ。